いや、ちょっと今回は下見なので、まあ失敗してもいいとして、とりあえず番号だけ確認しよう。それはないんだっけ、別に。あと無茶番、うえ！あと無茶番だけだった。こいつも3回やってないときついのかな。まずい。そこはないな。出てから当ててくれたら助かるんだけどね、本当に。しないきれないでしょ。一箇所はどこに貼ってあったんだっけな。こっちだっけな。あれか。サウンドテストのあれか。あ、いいや。サウンドテストに関しては、2年前の実況の方をご参照ください。この先見るのが正面で、あれ？せか、なんかもらえる？ないよな、やっぱり。ちょっと違うのが、この次のエリアなんだよね。暗証はもう一個探さないとな。どういうことがよかったな、始める前に。うわ、やばい。今くれれるのが余っちゃうな。これは？本当じゃない。です、2000回いらねえな。とりあえずこの縛りにおいてはタフです、2000は全く持ってもいい。使う必要がないのにないんですけど。マインタイヤで思ったより敵出ないから、無駄でそうだな、前半は。前半はって言ったことは後半がかなりやばいんじゃないかなって気がするだけなんですけどね。ですね、2000はいらないから。なんだか、てか、やっぱ回復アイテムが一個も手に入らないのが。ん？ブッされてる。ああ、そっか。あれ？確か暗証番号絶対しなかったんじゃなかったっけ？あ。うわあ、ちょ、待って。あ、でもこれ一発。思ったより怖くはなかった。ヒートがレベルアップ。確か1個がアイテムで、こっちじゃないか、じゃあこっちか。シリブスのカードキー。安全ネック。あれでも2つあるんだよね。
れちょっと待って、どう、あれ、ん、あ、入っちゃった。ちょっと待って、迷子になったぞ。やり方も覚えてないから。ちょっと待って、どうだったっけ。あれ、スルースが開いて、27194、27194いいのか。で、あ、そっか、資料室に一応待って、大事なアイテムが2つほどあるから、3つほどあるから。これは素直に手に入れたい。残すなよ。あぶね。今までレベルアップ。ブルーハーブもなぁ、いらないんだよな。どうかなぁ、どうしようかなぁ。やっぱサングレーザーで、あっても止められなかったのがきついかなぁ。ここに、間違えた。ここに2冊目、6冊目、あともう1個がどれだっけ、これか。OK。ちょっと待って、命の大切さが全開なんだけど、気絶で全開か。厄介だな、これは。使いようがないんだよな。回復アイテム使っちゃったから、サングレザーのあたりから再開させた方がいいかな、次回は。これで結構経験値手に入るのは自分としてはちょっと意外でしたけどね。どうしよう、一旦切るか。うん。じゃあ、そうですね、一旦切ります。では、レッドデス縛りプレイ、パート、ちょっと待って、いくつだ。パート17ですかね、今回で以上になります。とりあえず、どっから再開しようかな。ファイル26のレイオンの家から再開するか、27のガルード社から再開。もうどっちかになると思いますけどね。おそらくは20、どっちだろう。回復アイテム貯めたいんだったら26から再開して、で、まあ、めんどくさかったら27かって感じにはなると思いますけれどもね。では、ご視聴ありがとうございました。